この間私が台所で夕食の支度をしていると息子がやってきて紙切れを差し出しました。もう字を書いたり数を数えたりできるんです。私はエプロンで手を拭くとその紙切れを受け取りました。読んでみます。お部屋を片付けてあげたこと20円、スーパーにお使いに行ったこと30円、この間お母さんが留守をした時弟の面倒を見てあげたこと45円、洗濯物を干したこと20円、洗濯物を取り込んだこと18円、ベランダのお花にお水をあげたこと15円、合計148円。私は息子を見ました。彼は真剣な顔をして私を見ています。いろんなことが思い出されます。私は鉛筆を取ると紙を裏返してこう書きました。病気の時ずっとそばにいたのはプレゼント、子守歌を歌ったりお話をしてあげたこともプレゼント、大好きなハンバーグやプリンやケーキもプレゼント、それはお前が大好きだから愛しているから、愛はすべてプレゼント。読み終わった息子の目には涙が溢れていました。お母さん、僕もお母さんが大好き。そして新しい髪を